これから米光家のカレーを作ります。頑張ります。まずは材料の説明です。人参とじゃがいもと玉ねぎと豚肉とマッシュルームとカレーのルーです。では野菜を洗っていきます。いつも母が作ってくれているカレーを忠実に再現したいと思っております。では野菜を切っていきます。それではお肉から炒めていきます。油を敷きます。野菜を入れます。マッシュルームを入れるのが我が家の伝統で毎回欠かさず入ってます。豚肉は絶対にブロックですね。野菜が炒め終わったので水を入れていきます。では煮込み具合を確認します。いい感じに火が通りました。本日は中辛です。溶かしていきます。うちでは次の日にカレードリアみたいな感じにして食べたりもします。あとカレーうどんもめっちゃ作ります。カレーうどんの方がよく作るかもしれないです。結構簡単にお湯に溶かしてめんつゆを入れるだけでできるんですよ。ちょっと味見します。いい感じです。カレーを取ります。出来上がりです。米光家のカレーが完成しました。特徴はマッシュルームで、マッシュルームは毎回欠かさず入っています。辛さもバーモンドカレーの中辛で、中辛といってもバーモンドカレーはマイルドなので辛すぎず食べやすいです。私にとってカレーとは今ではなかなかないんですけれど、妹や妹姉妹と両親と一緒に食べたりとか、その味が20何年もずっと同じ変わらない味でいてくれる、すごい思い出が詰まったような料理です。では試食してみたいと思います。いただきます。うん、美味しいです。米光ゆきでした。バイバーイ。